平成30年6月18日7時58分、大阪府北部の深さ13キロメートルの地点でマグニチュード6.1の地震が発生しました。この地震により、大阪市北区、高槻市、平方市、茨城市及び美濃市で震度6弱を観測しました。その後、8月17日までに震度1以上を観測した地震が、 57回発生しています。